この子たちのこうね、様子が本当特殊でして、はい、これがね、泥眉、この中に、いるんですよ。あら、お、引っ込んでいった。なんじゃお前。皆様、どうも、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。お掃除、お掃除。さあ、それでは早速今日の本題に行きましょう。今日はですね、掘り出しをやります。やった！なんか久しぶり？いや、そうでもないか。しょっちゅうやってますからね。はい、今日掘り出すのはね、この子。まずメスちゃん行きましょう。これ。メスのボトルにしてはでかいっしょ。この子は、あれですね、血の入れ替え用に幼虫からちょっと購入した子ですね。それで、10頭ほど、もうちょっとかな入れたような気がします。で、8日確認したのはですね、去年の11月23日です。はい、5ヶ月前かな？うん、6ヶ月はまだ来てないけどね。そんなところじゃないでしょうか。まあ、5ヶ月半ぐらいかな。まあ、だいたい6ヶ月前か。ブルマイの場合はですね、なんかすごいのがですね、8日を確認してから半年近く、この、ほっとかなきゃいけないっていうね。っていうのも、この子のね、特色ある、こう、洋室作りにあるんですよ。よいしょっと。あー、重たい。これがオスのケース。この子は CBF4 なんで、うちで育った子ですね。うちで生まれた子。そうですね、去年の夏の時点で 40g 超えてるんで、まあ結構期待できるかなと思うんですけど、11月23日、やっぱり半年ぐらい前に8日を確認しています。もうさすがに羽化してるだろうと。なんでそんなにこう引っ張ってんのっていう話なんですけどね。僕の動画を結構昔から見られてる方はもうご存知だと思うんですけど、この子たちのこうね、様質が本当特殊でして、泥眉というものを作ります。まあ、要するに、こう、泥団子というか、ぼた餅というか、こう、これぐらいの大きさのね、泥団子を作るんですよ。その中に洋室を作っているっていうね、まあ、かなり変わった子です。はい、ということで、これをね、今日は、まあ、6頭ほど掘り出していきたいと思います。まずはメスから行きましょうかね。ではでは、今日も頑張って行きましょう。さあ、開けていきましょう。もう羽化してるでしょう。さすがにね。ワンペア今ヤフオクに出品中なんですけどね。うん。お試しで掘った感じでは、もうよくさ、羽化してますので、もう大丈夫かなと。多分3月ぐらいの、3月終わりかけか、それぐらいの羽化かな？わかんないけど。ね。中身見えないんでわかんないです。はい、相変わらず面白いな、これ。はい、これですね。こちらの中に、サナギがあります。ちょっと形出してみましょう。やった！はい、これがね、泥眉。この中に、いるんですよ。で、これはね、開けるときに気をつけなきゃいけないのが、まあ、まだサナギの可能性ありますので、ちょっとまず穴を開けるというね。で、中の様子見る。それが大事かなと思います。さあ、行きますよ。まず振ってみて、カラカラしたらサナギ。カラカラしないんで多分羽化してると思う。いや、これほんと特殊で。もうすぐ穴が開くと思うんですけど。あ、こっちはお尻の方か。見えてますね。ん？これ羽じゃないか、これ。はい、無事に羽化してるっぽいですね。わかりますかね？これ。あ、そうそう、これこれ。はい、こんな感じですよ。ちょっと割ってみましょうか。綺麗な様子作るかな、こいつ。はい、あー綺麗な体。面白いなー。羽が、めちゃくちゃ特徴ある。はい。楽しいですね。これがすごいわ。これはもう壺ですね。湯飲み？なんか壺だな。はい、メスちゃんこちら。
出てくるかな。あ、もう浮かしてだいぶ経ってるっぽいですね。はい、綺麗に浮かしてるっぽいです。よし、出てくる。おー、これだ！はい、メスちゃん、これです。どうすか、これ。これがメスちゃんですよ。綺麗な子ですね。はい、一頭目、こんな感じです。そしてこちらが洋室ですね。めっちゃくちゃ綺麗でしょう。はーい。とっても綺麗なんですよ、これ。壊すのがもったいないぐらい。ほら。めちゃくちゃ綺麗ですね。こんな洋室作る。面白いでしょう。これを泥繭と呼んでおります。やった！はい。これが二頭目のメスの泥繭。開けてみましょう。開いた。あ、お尻だ。見えてますね、お尻。じゃあ割りまーす。いきます。はっ。おー、なんか小ぶりだな。はい、小ぶりの子が多い。ちょっと小ぶりな血統なのかな。はい、こんな子。なんか可愛いですね。うん、ブルマイのメスにしてはすごいちっちゃい気がします。よし、これだろ。これ。これだと思いますね。あれ？動かしてるよな。あれ？あ、これ前側か。あれ？嘘。え？嘘だろ？え？嘘。これオスですね。え？待って。嘘だろ。嘘だろこれ。え？こんな小ぶりなオス。え？ミニチュアだよ。は？わ、オスだわこれ。メスじゃない。そんなさんある？マジで？これはびっくりだ。いや、ちっちゃ。これはね、雌雄同体じゃないよね。これはオスですね。嘘。こんなちっちゃいオス。初めてだな、これ。はい、なんかメスだと思ってたんですよ、てっきり体重的には。オスでしたね。ちょっとびっくりした。オスか。いや、ちょっとした珍事でしたね。まさか、あのチビケットのオスだったとは。はい、チビケットですね、これはね。よし。これでしょ。生きてるかな？いやー、落としない。あ、うわ、ちっちゃいチビケットだ、これ。あー、かわいいな。はい、オスちゃん、こんな感じでした。小さい。あ、小さい、すげえ。はい、チビケットですね。さあ、行きましょう。本日5投目です。なんかちっちゃいかったな。ちょっとショッキングな感じなんですけど。あ、これ死んでるかもしれない。あー、やっぱり。あー。うわ。やらかしたな。作り直したんですけど、羽化する力は残ってなかったんですかね。最悪のタイミングでちょっと割っちゃったんで。いやー、ごめん。あー、しょうがないけど、申し訳ないな。そうですね。なぜ今のようなことが起こってしまったかというのをちょっと説明しようかなと思います。11月に餌交換をしようとしたときに、幼虫がこう見えなくて、あれ？幼虫いないな、みたいな感じで、ひょっとしたらまあサナギになってんのかなと思いつつ、まさかそんなところに洋室があるっていう場所に洋室作ってたんですよ。はい。その結果、不用意にこう洋室壊しちゃいまして、うん。で、慌ててこう、カチャッとこう卵のようにくっつけて元に戻して埋めておいたんですけど、まあやっぱそれじゃ納得いかなかったんでしょうね。新たに作り直したというね。途中その前の洋室の残骸が残ってましたね。それでちょっとピンときたんですけど、はい。もう一回洋室作り直すというのがいかにこう、体力を使うかっていう部分ですよね。その間食べてないですしね。
うん。で、まあ、よく、そういう状態でこうね、壊しちゃった場合は、よくあります。とにかくこの、溶接作って全溶になる手前ぐらいの時、そこがやっぱ一番危ない。そんな感じですね。はい。まあ、タイミング的に最悪だったということでね、申し訳ないんですけど、うん。安らかに眠ってもらいたいなと思います。さあ、気を止め直して、亡くなった子のためにも、残った子が大事にするということでね、本日ラスト開けていきたいなと思います。この子は、うちの子。多分、CBF1 でね、購入した子はちょっと小さい小型ケットみたいですね。はい、ちょっと類題迷っちゃうな。うん。そうですね。やっぱこうやって見るとやっぱ血統なのかな。嘘もあれだけちっちゃい個体が、うちの子では全然そんなことなかったんで、おそらくこう血統のなす技かなと思います。そうか、ちょっと、あれだな。この子がちっちゃかったら多分もう、ダメかなというところじゃないでしょうか。はい。どこだ？これか。あ、これですね。なんかすごいことになってんだけど、これ。なんでこれ？なんじゃこれの状態になってます。これですね。これ。さあ、開けてみようか、じゃあ。あ、振る。あ、コロコロしない。あ、じゃあ、でかくないかな、これは。あれ？あ？なんか出てきてる。何が出てきてるの、これ。あ、鍵爪だ。鍵爪出てきてる。ちょっと、あら。おぉ、引っ込んでいった。なんじゃ、お前。もよかしてる証拠ですね。いや、どんな子が出てくるんだ。ケツ。あー、でも長子じゃないな、これは。短子ちゃんか。あー、まあ、中子ですね。短子ではないか。まあ、でも今日一番大きい子。まあ、こんなもんか。やっぱ長子難しいな。血統もやっぱあるかもしれないですね。そんな気がしてきましたよ。今日一番でかかった子だけ身長を測っていきたいと思います。身長っていうのかな。はい、いきますよ。まあ、ちょっと、いろいろ考えないといけないですかね。はい、こんな大きさ。この子なんですけど、77。まあ、中くらいかな。そんな感じですね。せっかくなんでブルマイちゃんの紹介しましょう。ブルマイスターツヤクワガタ、インドはニルギリ丘陵からのクワガタでございます。特徴的なのはやっぱこの背中のこう羽、上肢模様がねすごい不思議。はい、そしてですね、顎なんですが、短かったり中肢だったりすると左右非対称なんですね。これがなかなか面白い。長子になると左右対称になります。そしてめちゃくちゃかっこよくて、長子はですね、10センチを超えてくるんですよ。なので長子をぜひ出したいんですけど、出たことがないというね。ひょっとしたらやっぱこれ血統的なものもあるのかなという気がしてきました。はい。2回目の挑戦だったんでね。そうっすか。まあ、いろいろね、類題考えていきたいなと思います。はい、今日はね、これでお別れいたしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。